ニュージーランド南島一周旅第18弾、今回はこの旅のハイライトでもあるマウントクックのハーミテージホテルをご紹介です。途中で観光名所クレイクリフにも立ち寄りましたが、カンカン照りね。クレイクリフ暑すぎてちょっと途中で断念しました。でも綺麗でした。その後マウントクック手前のレイク深きにある映画ホビットのロケ地へ。何もない場所ですが、ファンにとっては有名なようで、先客もちらほら。のホリデーパークに到着したので、今からディナーを作ります。じゃじゃん。詳しくは前回の動画で紹介しています。概要欄のリンクより飛んでぜひチェックしてください。時刻は夜12時。それではおやすみなさい。時刻は朝8時。ピカピカの晴天。おはようございます。 Day 3です。今は、レイクプカケにいます。今からね、マウントクックに行って、その後にレイクテカポ、そしてクライストチャーチという本日の行程です。朝から、準備をしています。シャワールームはこんな感じです。とても清潔でね、快適です。それでは行きましょう。少しだけホリデーパークをご紹介。今回はね、お水もついてくるので便利でした。ワイルド。とりあえずお水を汲んでます。バッと置いてます。これは手洗うよ。今回利用したグレンターナーマウントクックは、レイクプカキの湖畔にあり、マウントクックまでの道中にあるため、景色も最高です。マウントクックもバッチリ。今からマウントクック、レイクテカポ、クライストチャーチに向かいます。遊覧飛行も行っているようで、レセプションには小さなカフェもありました。さて、マウントクックに向かいます。ここからマウントクックまでは車で20分程度。ひたすら日本道が続く、ガイドブックでよく見るあの光景が目の前に広がっています。世界遺産の青滝マウントクックは3724m のニュージー最高峰の山。周辺は国立公園となっており、厳しく管理されています。登頂難易度が高いことでも有名で、プロでも途中で諦めて下山する人も多いんだそう。ちなみに2011年までに227人の人が亡くなっているそう。その難易度の高さから、世界で初めてエベレストに登頂したオークランド出身の偉大な登山家エドモント・ヒラリーもこの山でトレーニングを重ね腕を磨いたのだそう。彼はニュージーランドの5ドル紙幣にも採用されています。マウントクックはイギリスの冒険家ジェームズ・クックから名付けられましたが、もう一つ青滝とも表記があります。この青滝とはニュージーランドの先住民族であるマオリ語での表記、雲を突き抜ける山という意味があるそうです。さて、ハーミテージホテルに到着しました。このホテルは1884年に創業で、実に140年の歴史あるホテル。観光バスの発着拠点になっており、カフェからの眺めが絶景なことで有名です。到着しました。マウントクック有名なホテルです。マウントクックツアーの初めの場所です。さて、今からカフェに向かいたいと思います。コーヒーコーヒー。入り口すぐにホテルの受付がありますが、カフェやお土産屋さんは
ホテルの宿泊者以外でも利用が可能です。まずは1階部分にある広いお土産屋さんに行ってみたいと思います。ちなみに入り口の景色はこんな感じ。迫力がすごい。お土産屋さんではマグカップやトートバッグ、絵はがきなどの定番商品に合わせて、なんとクックマネの防寒具などもたくさん取り揃えられていました。さて、ぜひご紹介したいのがここ有名なカフェに向かいます。登山家エドモント・ヒラリーの名前を冠したサー・エドモント・ヒラリーカフェ&バーは、宿泊者以外でも利用できるカフェテリア形式のカジュアルなカフェ&バー。メニューはこんな感じですが、撮影時期はコロナ禍なので今はだいぶ上がっていると思います。セルフサービス形式になっています。時刻は朝9時なので、朝食からブランチメニューは中心。スイーツもたくさん取り揃えられていました。ニュージーランドらしいアンザクビスケットも発見。お会計後にベルをもらい、出来上がったら受け取りに行くシステムです。ちなみに先ほども触れましたが、撮影はコロナ禍の国境を封鎖している時期、外国人観光客が全くいないため、このようにガラガラですが、通常時は席を取るのも困難なほど人でごった返しているんだそう。それもそのはず、見てください、この景色。大パノラマに広がるマウントクック。この場所の写真はガイドブックにもよく採用されているので、見たことあるという方もいるのではないでしょうか。こんなにガラガラなハーミテージホテルはもう二度と見れないのかと思うと、ちょっと寂しくも感じます。マウントクックの有名な絶景が眺められるホテルに来ています。このホテルはツアーの出発点でもあるので、ホテルなんですけど、たくさんのショップがあったりとか、インフォメーションセンターがあったりとか、観光案内所も兼ねています。なんといってもね、このカフェのビューがとにかく素敵で、ガイドブックの表紙とかにも使われている場所です。一生に一回は見たい絶景を目の前に、コーヒーをいただきましょう。飲みに行きます。絶景とともに楽しむ至福のフラットホワイト、最高のモーニングコーヒーを楽しみました。コロナ禍ということもあって、今ニュージーランドでは屋外からの観光客が中に入れないので、景色を独り占めできるような状態です。本来は多分たくさんの人がいるんだと思います。おかげで隅々までたっぷり撮影することができました。皆さんもこのレアで貴重な瞬間を動画でお楽しみください。先ほどマウントクックは登頂難易度が高い山とご紹介しましたが、気軽にハイキングができるコースもあります。私たちもハイキングをするか悩んだのですが、この後レイクテカプに立ち寄り、夜までにクライストチャーチに到着したかったので、あんまり時間がないなということで、カフェでのんびりすることに時間を費やしました。というわけで、コーヒーだけでなく軽食もいただきます。にしても映える。ここでちょっとハプニングが起きまして、南島から北島に行くフェリーのブッキングが全部埋まっていて、フェリーに乗れなくなってしまいました。なので急遽予定を変更して、南島だけを旅することにしました。ぐるっと南島を回って、で最後クイーンズタウンから飛行機で、オークランドに戻ることにしました。実は本来南島を一周する予定ではなく、南北を横断し、私の住んでいる北島オークランドまで戻る予定でした。というわけでレイクテカポに向かいます。すごいね。全然人がいない。というわけでね、レイクテカポの湖畔レストランに行きたいと思います。めちゃめちゃいい天気です。現在の時刻は11時半。レイクテカポまでは車で1時間15分。ちょうどお昼ご飯のタイミングなので、現地で有名な美味しいサーモン丼が食べられるレストランに向かいたいと思います。ちなみにハーミテージホテルはプレミアからスタンダードまで様々な種類のお部屋を取り揃えているそう。ここ
カホテルなのでね、実際はあそこに泊まることができます。このね、絶景をね、一望できるのでいいですね。次回はレイクテカポ、超有名なこの場所、意外とちっちゃかった。そしてレイクテカポ名物のサーモン丼もいただきます。下にまでサーモンが隠れてました。チャンネル登録をしてぜひお待ちください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。